2014年欧州議会議員選挙は、ヨーロッパにおける地域共同体である EU の議会である欧州議会を構成する欧州議会議員を全面改選するために行われた選挙で、EU 加盟国であるポーランドでは2014年5月25日に投票が行われた。本校ではポーランドにおいて行われた欧州議会議員選挙について解説する。 欧州議会議員の任期が満了したことに伴って実施された選挙で2004年に EU 加盟を果たしたポーランドにおいては3回目の選挙となった。選挙の結果、国政与党である市民プラットフォームと最大野党であるホートマサヨ氏は共に19議席を獲得したが、得票率では POO がピースを僅差で制し、2007年、 総選挙以降の連続勝利記録を更新することに成功した。POO と P ースの他は民主左翼連合が5議席、新党である陳雄破壊には4議席、与党第2党のポーランド農民党は4議席を獲得した。選挙前、議席獲得の可能性が指摘されていた連帯ポーランドとヨーロッパプラスからみんなの運動及びポーランドと共に、 阻止条項である5%を上回る得票率を獲得できなかった。投票率は23.8%と EU 地域内においてスロバキアとチェコ及びスロベニアに次いで低かった。まず全国レベルで票を集計し、ドンと式で各政党に議席配分。各選挙区の当該政党への得票全国の当該政党の当選者数全国の 当該政党の得票の計算式で選挙区ごとの議席配分を決定。前述の計算式で算出された数値の整数部分を各選挙区への議席として配分。残余議席がある場合は、少数点以下が大きい選挙区に順に配分各選挙区での議席獲得状況に応じ、得票数が上位の候補者から順に当選。ありがとうございます。